こんにちは、立花亮です。いやー、パズドラ検定クエスト操作編ね、皆さんも見ていただいた通り本当に大変だったんですけれども、この攻略編をね、次はやっていきたいと思います。攻略検定レベル1はもうクリアしました。レベル1やった時に、あ、これ動画で撮った方がいいかなってちょっと思いましてね。まあレベル1は皆さんももうやっていると思いますけれども、なんだろうな、ゴエモンとサタンとゼウスとバルキリー、女神降臨が合わさったみたいな、なんかそんな感じのダンジョンでしたね。レベル2、インド、じゃあエジプト神。まあこの頃のイシスはね、本当に使いやすいけど弱いみたいな、そのぐらいの、やばい、えい、見てた。オッケー、スキル貯めてもよかったかもな。クイックフィール弱い、まあ、レベル2はねまだまだですよね。なんか噂によるとレベル9がもうとんでもないというのは耳に入っております。ダンジョンの内容自体は知らないけど、久しぶりにイシス使うな。エジプト神でいうとコルスがね、ここ1年半ぐらい前にやっとゲットしたぐらいの感じだったな。全然ね、ホルス全盛期の時にホルス使えてないんだよね。だからいや、もうボスだ。あー、結構硬い。音量1個あります。すごいね、ここら辺って本当にスキルにさ、情報修正みたいなのかかってないんだね。本気でいかないとダメかも。街も作って、どうですか。うわー、残った。終わりにしましょう。そうだよね。うわー、欠損はしていないけれども、ちゃんと色は決めていかないと。はい、よし、今来た。うん、優しいね。一旦目立て張って、残り HP が少なくなったら終わりにしましょう。一旦待ってくれる。操作時間8秒固定。パンドラ。パンドラもね、だいぶ後に手に入ったキャラクターなんだよね。闇を4個以上つなげて消す。最大4倍。6個かな。いや、英雄士って7個だよね、確かね。え？そう、このねライダーシリーズは修正入ってますから。ポッ、ナイス。英雄神は7個だった気がするんだよな。あ、9ね、やっぱりそうだ。これでも、回復を闇にする人いないんだよな。6、ここはん、あ、フォーミュラーか。フェニックスじゃないのか。フェニックスだったら貯められるなと思ったけど、フォーミュラーじゃダメだな。フォーミュラーの行動覚えてない、全く覚えてない。フォーミュラーってエラウルズ降臨に出てきたんだっけ。闇貯めて、ハンズを使ってもいいかなとは思ったんだけど、
あ、そんなに痛くないな。あ、まだレベル3っていうところだ。全然闇降ってこないんだけど。でもこれいけちゃうな。どうせそんななんかいっぱい溜めたところでさ、陳列できなかったんだけれども。闇が少ない。まあ、4個以上つなげてだから4個からでいいんだけどね。まあ、ここぐらいだったら4個で突破できるか。無理。結構硬いな。4個で何倍なんだろう。7で4倍でしょ。で 6で3倍、5で2倍。え、わかんねえわ。そういうやめた、考えんのやめた。闇が少ないのよ。消えんのよ闇が。ちょっと痛いな。あーっと、危ねえ。あー、消えないでよ。いや、降ってこないな。ナイス。さすが神、手助けしてくれる。力が欲しいかって感じだな。出た。これやばいな。でも割合攻撃してくるでしょ。ああ、さすがに行ったかな。うん、ボスノーア、ノーア、光とお邪魔を闇。そしたら、いや、もうこれポンポンっていったら倒せるでしょ。回復6を足り、もう全て使う。 OK。 これでいいでしょ。本当は2列組んだ方がいいんだろう。オッケー、レベル4。バステト、バステトはもう使ってたよ。だいぶ使ってたよ、バステトは。まあ、アルテミスもね、持ってなかったね。アルテミスと、アルテミスが。バトル6。もう早速欠損してんだよな。まあ、でもこのアルテミスはそんなに強くないはずだから。スキルもね、結構弱いな。あ、そっか、ヘッドスナイプ忘れてた。そんな行動あったな。もう全く覚えてなかった今。バランスショット、いや、優しい。攻撃が全然痛くない。
あ、6コンボ最大だったのね。うわわぁ発狂攻撃ないんだ、優しいね。7コンボ最大か。まあもちろんね、このスキル使用時ってことは忘れてませんが、スキルがなくても突破できるので今突破してますということです。いいね。お、そっか、メガネかけてる方が操作短縮してくる方か。あ、結構硬い。まあスキル使っといてよかったな。うん、まあでもここはイシスは水属性なのでいけんじゃないですか。どうですか。おー、いいね。出た突進。ここはカノ使っちゃいましょう。わあ、硬え。結構硬い。ちょっと左からやんの苦手、右からやんの苦手なんだよ。違う。あー、ダメだ。あー、どうですか。よし、結構硬かったな。よくぞここまで参った。いっぱい楽しみましょう。え、そうなんだよな。多分おそらくだけどこの時期は根性追加攻撃なんかなかったんだろうな。攻略してねということだよね、これをね。買って、めちゃくちゃ硬いじゃん。いやでも攻撃力はそれなりに弱くなってるな。ちょっと色消しすぎだから、うん、指が2個あんのね。うわ、消しすぎ。ちょっとスキル使っても問題なさそうだな、ここ。これでどんぐらい。うわー、ちょっとそれはやりすぎ。あ、ちょうどいい。よしよしよしよ。そう、神がアルティミスだけなのか。あ、これグリフォンライダーなのか。作って作ってやって、はい、繋がってる。繋がってた。あー、危ねー。危ないな。
Level 5。出たよ。ああ、見るね。だんだんこう、近年に近づいてきてるね。回復ないんですけど、でもこの人作ってくれそう。花竜は、だからね、花竜は作ってくれるでしょ、さすがに。やっぱ指長えな、ハートと、あって、光を残す。見る、でも本人は指持ってないんだ。え、結構痛い。こうして、こうしてくる。絶対この階層のどこかに先制攻撃してこない人いると思う。これは予想です。これは予想ですって何。そりゃそうだ。あ、ちょっと十字架になっている。ちょっと待って、危ねえ。 OK、 あー結構硬いな。もう数コンボする必要あるな。十字のコンボの組み方難しいよね。いいね。うわあ、めんどくさ。あんまり考えない。いける。私ならいける。と信じて。危な。いや7コンボはしたいけどね。この子が7コンボ1個あるからね。ちゃんと超覚醒でバインド耐性ついてる。スカイゴッドナイトバーチェって超覚醒でバインド耐性つくんだ。アムネル一回も使ったことないけどな。アムネルそもそも持って、持ってはいる。持ってたけど多分もう素材になっちゃってんじゃないかな。やばい、この猫もしかして先生やってこなかった系じゃない？いや、わかんない。ちゃんと見てなかった。じゃあこのソニア L が追加攻撃持ってんだよね。ここ使い時か？ 5。 ん？ 5 個生成。いや、光がない、そもそも。ミルを使うべきかな、ここは。ソニアエルはやっぱり最後に取っておくべきだろう。はい、ポンポンお腹プレス。うわ、いくぞ。これはでも公式が認めた。指長っ。そう、12秒間になってんのか。情報修正されたんだよね。でもそんなことは知らん。はい、いけるでしょ。このデュークは結構痛い気がするんだよな。もう次ボスだし、アムネルでも使うか。うん、あれ
回復以外か使ったことないから分かんなかったよ。もうちょっと勘弁してよ。なんでいいでしょう。ちょっと回復残しといて。光作んのか。うわー出た。うわーこれ見る必要だったな。完全に見る必要じゃんこれ。やっちまった。やっちまったな。なーにー、やっちまったなーでしょこれは。なんかなんとなくここら辺にさセットしといて、2.8、あと落ち込みかけるしかないな。これいきますよ。お、あ、うわー残念。出た。こんな時落ち込んかんな。うわ、もう何もやることないので回復するしかないですよ。回復専念。はい、耐えましたのでもう行きたいと思います。ぶつかって、こんな感じ。 L 字誰か持ってたかな。誰か持ってる。誰だ。アムロ。はい、いやー見る取っておけばな。こんなミスはなかった。レベル6、落ち込んなし。落ち込んなしね。回復4消しで回復力が 2.5、 強化ドロップを含めて5個消し。うわハヌマーンじゃん。ハヌマーン。え、これ99ターン耐久しろってこと。誰もだって、イザナミを使いつつ頑張れと、そういうことかな。でもこれうまいことさあ、この5個消しでうまいこと削ってくれんじゃないの。うん、そういうことだな。5個消ししてればいつかは倒れる。そんなに攻撃力が上回ることもない。しかも回復力も高い。攻略編というだけあるの。8万。いやこれはやられる要素ないな、ちゃんとやってれば。しかしその言葉が裏切りになるとは、この時彼は知る由もなかったのです。
回復すな。すなー。やばい、これは超えちゃうかも。まさか落ち込んで決まるとは。うわー減る。なるほどね、今のと同じようなことをできれば。うわー攻撃色やる人がいねえ。うわーこれ大丈夫か。イザナミ助けて。おおいいぞ。これでアルキオネ使うとちょっと多すぎる気がするな。うまいこと分割して、ちょっと下に固まりすぎてるな。ちょっとまあいい、行こう。ここ下とかいう問題じゃねえ、めちゃめちゃ固まってる。やば、オッケー。あ、おぶね、強化ドロップ含んでなかったかもしかして。今その可能性大。あぶねー、イザナミイザナミありがとう。ということでね、多分ここまでが前哨戦だと思うんですよ。レベル7、まあ8からかもしれないけど、レベル7からね、結構難易度がぐんと上がってくると思うので、今回はこの辺にしたいと思います。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ他の動画で会いましょう。またね。